犬神の慶五郎犬神の慶五郎から1944年6月5日は日本の実業家、政治家、貴族院多額の税者議員、江戸千正樹で犬神軍隊友の逸子王として生まれる。官学を治め、幼くして、函館に出て、成長してから小樽に移り、1886年以降、海運業を営む。1908年、初めて帰船。 札幌丸を北海道炭鉱汽船会社から購入して、船舶業を始め、その後、7隻まで持ち船を増やし、第一次世界大戦の公共により、北海道第一位の多額納税者となった。日本海運取締役、北海道工業鉄道取締役、土鉄道取締役、向島選挙取締役、東洋海事工業取締役、大正水産取締役、 犬神社長などを務めた。1920年、相馬鉄平が貴族院多額納税者議員を実職し、その補欠選挙で当選して、同年6月28日、同議員に就任した。こういうクラブに所属して、1925年9月まで在任した。1927年11月から、 北海道鉄道社長として行った札幌市郊外の新鮮買収の正解工作によって検挙されたが、1933年5月16日の東京地方裁判所判決で無罪となった。ありがとうございます。